それ泣いて帰ったのね、小学校5年の時に。うわ、反撃受けちゃったんだ。そうやって何の話してんの俺マジで。そうで、そっからね、俺の人間が変わったね、はっきり言ってね。あざす。さあ、よよすけでございます。早速いきましょう、成功者のヘキサゴン。今回のゲスト、いやもうね、10年以上ぶりかもしれないということで、再会はズーム。参りましょう。日本ヒップホップのレジェンド、ライムスター、マミーディさんでーす。こんぬつわはい、ということで、マミーディさんに今日はね、ゲストで登場してもらってるんですけど、今ってどんな活動してるんですか、Dさん。今ね、まあ、ライムスターを、全然やってるんですけど、まあ例によってコロナだからさ、2020年はずっとライブとかはほとんどできない状態で、でちょろちょろ制作やったりとか、あとね MTV アンプラグドを自分たちでやったりとか、 E テレのアニメの主題歌こてつくんっていうねアニメのね主題歌やったりとか、いろいろね割と忙しくやってます。あとはですね、ライブもねちょろちょろ始まってきてて。ああ、そうなんだ。じゃあ普通にライムスターの活動としてちゃんとやられてるって、うわ嬉しいっすね。前と全然変わらずやってます。じゃあその今はそのライムスター以外だと、僕がそれこそこれをねパッと思いついたきっかけになったのが、あのカフェのマスターやってるみたいな、重要人物やってるみたいな、リーリーっていうドラマ、それ俺ねやってた、やってた、カフェの嘘くさいやつだ、やってた、やってた。いやなんか風格あって、なんかあ、ちょっと本格的な俳優さんじゃんと思っちゃって。いやいやいや、全然そんなことないです。もう本当にもうお恥ずかしい限りで。じゃああれはたまたま僕は見ただけですか、それでも結構俳優業もやってるんですか。そんなにやってないよ、そんなやってない。ちょろちょろと声かかった時に、ちょろちょろ出てて、ドラマが4つぐらいと映画1つぐらいは出たけど、基本的には全然もうクソ大根なんだよ本当に。もうすいませんって感じ。いやいやいや、すいませんって思いながら生きてます。さあということで、そんな D さんと今日はですね、メインイベントは成功者のヘキサゴンというパラメーターを事前にチェックしていただいたので説明しよう。成功者のヘキサゴンとは、人脈、行動力、財力、アイデア、運、そして残り1枠は自分だけの成功要素を記入、自ら6段階で評価しパラメーター化したものである。はい、じゃあちょっとライムスターマミー D の成功のパラメーター出していきたいと思います。ドン。はい、こんな感じになっております。来ましたね。いやー、左半分がないですねこれはね偏りすぎだよね、これね。そうですよ、偏りすぎですよ。まんべんなくいくのかなと思ったら、ということで、じゃあ早速メーターが出てないところからいじっていきたいなと思ってますけど、財力ゼロ、ヒップホップ界をずっと牽引してきたライムスターのマミー D がゼロなはずないじゃないですか。これね、別に今俺に、金が全くないとかじゃなくて、成功するにあたって、資本金が必要だったかとか考えると、まあ製造業ではあるんだけど、材料費がかからないのよ。ラップだから、俺が思いつけばいいだけだからさ。例えば、楽器の人だったらもう楽器を買わなければしょうがないわけだよ。料理人だったらやっぱり食材がないと話にならないし、建物を作るにはやっぱり資材がいるわけで、そういう意味では僕らのそのラップを考えて作るみたいなのは材料費がゼロで済むっていう意味で、あとはその資金があったから成功したわけじゃないよっていう意味でゼロにした。 D さんの若かりし頃をちょっと聞いていきたいんですけど、小学校の頃はどんな子だったんですか？すごい、すごいとこから掘り下げるね。小学校はね、そうだね、母子家庭だったからね。で、弟いたから、母親と俺と弟の3人家族で、そんで、結構デブだったね。あとね、いじめっ子だった。ちっちゃいジャイアンタイプっていうかね。それで小学校5年の時にそういう感じで、みんなに対してひどい感じで接してたら仲間外れにあったのね。今日は校庭で何々君と何々君とは集まってくださいって俺の名前だけ抜かして言われたのね。そんで
仲間外れされたんだけど、その場所に行ったらさ、なんで俺を呼んでくれないんだって言ったら、お前は威張ってるから嫌いなんだよっつって、なあって言われて、それ泣いて帰ったのね、小学校5年の時に。うわ、反撃受けちゃったんだ。何の話してんの俺マジで。そうで、そっからね、俺の人間が変わったね、はっきり言ってね。あ、そこで変わったんすか。そこで、あの、優しい人になりました。あ、やっぱ幼少期ってすごいですね。一つの出来事だけでそんな180度変わるんですね。変わるね。うん。それで、あの、人には優しくしなきゃいけないというね、ことを学びまして、うん、うん、そんな小学生でしたよ。え、中学高校はもう音楽とかと出会ってる感じですか。出会ってる出会ってる。うん、もう小学校の時からすごい好きで、小学校6年ぐらいの時にヒップホップと出会っちゃって、出来たてのヒップホップと出会っちゃって、でそれからもうずっとって感じですね。え、でもその D さんが小学校5、6年生の頃って日本へのヒップホップのその輸入というか、どんな楽曲が来てた時代ですか。だからブレイクダンスでヒップホップを知るみたいな感じだったので。じゃあ本当に黎明期中の黎明期ってことですね。そうそう、黎明期中の黎明期で、もうマイケル・ジャクソンがムーンウォーク始めたぐらいの時だよね。うわー、え、じゃあ親御さんの影響とかなんですかそれは。うん、親は俺がそういうのを聞くのを嫌がってた。じゃあどうやって出会うんですか、そんな小学校のまだ年半も行かない時に。なんでだろうね。でも おじさんにね、あのすごく音楽に詳しい人がいて、うん、その人にはめられたっていうのはあるかもしれないね。まあまあ、うん、結構早い段階からヒップホップ少年だったね。じゃあ他の例えば趣味とかそういった部活動には目もくれずだったんですか、中高は。いや、中高サッカーやってたんだけど。おお、うん、これがね、サッカーがね、これがまた俺に大きな影響を及ぼしてるんですけど、サッカーがね、はい、むちゃくちゃ下手だったの俺。それ影響を及ぼしたっていうか、いや、及ぼすのよ逆に。これがあのね、本当にそのサッカーのセンスがなかったのね。そんで毎回そのスタメンに選ばれなかったりとかね、まあ試合に出れなかったりとか、うん、後輩に抜かされてったりとか、いろいろ悔しい思いをして、うん、そんでよし、俺はもうサッカーはダメだったけど、もう音楽では負けないぞみたいなね、うん、ふうに思ったところがあるんですよ。あ、じゃあそれでもう完璧に音楽に曲振りした感じだったんですか。そうかもしれないね。その、あ、俺は得意なことやろう、好きなことやろうとは思いましたね。行動力1とかいくと、うん、それなくないですか。これはね、ちょっと過小評価しすぎたかもしれないんだけど、うん、やっぱあれだよね、若い時はさ、なんとか自分を認めてほしいっていうのがあるから、行動力もうちょっとあったと思う。3ぐらいあったと思う。この業界に身を置くと、行動力がある人ってすごいのよマジで。そのバイタリティといったら、それと比べるとってやつですね。そう、例えばね、クレバーとかもそうだし、スカイハイ日高とかもそうだし、ああいうもう何でもやってみて、そんでどんどん自分のものにしてやるみたいな人たちの行動力からすると、俺ってね、なんかね、すっごいもたもたしてんだよね、いつも。じっくりその様子見て、最後に後出しじゃんけんしてやろうみたいなタイプの人間だから。そんな人がライムスターっていうのでね、もうみんながこうレジェンドというぐらいのそのパイオニアならないじゃないですか。そうなんだけど、ほらライムスターっていうのは、ほら、あのグループがあって、それで、うん、それをさ、あの俺も歌さんもそのうまいこと使ってるというか、なんつうの、矢面に立たないでっていう感じさ。バイタリティはあるんだけど、その新しいことを始めたりするタイプの人たちじゃなくて、うん、今やってることを推し進めていく感じの人たちで、何かを新しいことをぶち上げたりとか、そういう人たちじゃないんだよね。まあでもそれってね、人によるんだと思う。あの、その役割分担があるんだと思うんだ。そうやって、あの、新しいことをどんどんこう新しいフィールドを掘り起こしていく人タイプの人もいるし、俺らみたいにそこをさらに、耕してみたいなタイプもいるんだよね。どっちもどっち で新しいことにどんどん挑戦する人って、意外とそのどんどんほっぽったりもするタイプの人もいるし、うん、どっちかというとね、俺歌さんもそうだけど、まあ、ライムスターはじっくり派だと思います。でもやっぱみんなが知るライムスターになったっていうのは、例えば運のこの5、ちょっとねパラメータがガンって出てるこの5とかになんかリンクしてきたりするんですか。そうだね、うん、
これはね、なんで運を5にしてるかっていうと、もう6でもいいんだけど、はっきり言って。グループをやってきて、今まで音楽グループを。やっぱ俺はあの歌丸と DJ ジンと出会えたっていうのはすごいやっぱラッキーだったっていうふうに思うのね。ちなみにどうやって出会ったんですか、2人とは。俺と歌丸は大学で、まあジンも大学で、みんな大学で出会ったんだけど、宇佐さんは、俺の一つ上なのね。まあ要するに先輩なのよ。早稲田大学のギャラクシーっていうね、あのソウルミュージック研究会があるんですけども、そこの先輩だったの。あのね、もうそもそもがあのヒップホップが好きな人っていうのが少ないわけよ、今より圧倒的に、うんうん、だからマニアックな者同士が惹かれ合うのがすごく早いんだよね。あのマイノリティ同士だからさすぐ分かるわけ、はいはいはい、あいつもやばいやつじゃんみたいな感じですぐ見つかるのよ。うん、そうだからね、それはすごい運が良かったなと思うのよ。あのすごい才能あるんだけど、グループやっててさ、で、うん、そのパートナーが本当に合ってんのかなって思う人もいたりするから、世の中には、うんうん、それとかあの相性も良くて素晴らしいものが作れるはずなのに性格の不一致とかさ、お互いがぶつかり合っちゃいすぎてすぐこうバーンとなっちゃうね、あの 分裂しちゃうグループとかもある中で、いいメンツと出会えたなっていうのは、これはまあラッキーだと思うのよ。でもやっぱ持続するだけのやっぱりこうコツみたいなのは D さんたちに、もう二十何年ですか？31年。引くでしょ。もう人間一人おっさんになってますやん、31歳って。そうだよ、そうだよ。でもね、コツはね、やっぱね、ああ、なんだろうね、あのみんなね、だいたいほら若い時は主張も強いしさ、うん、俺がっていう感じだから、お互いぶつかりすぎちゃうんだけど、それを超えるとね、いろいろね、お互い許せることが出てくるんだよね。それいくつぐらいですか、それ、そうなるの。ね、最近。めっちゃかかってる。最近、結構最近。そこまでに解散するわ普通。まあ、だから 95% 解散するじゃん、そんなのさ。なんかね、やっぱね、そのまあ相手のまあいいところも悪いところもあるし、自分もそうだし、うん、まあ許すことだよね。あ、なんか夫婦みたいな感じになってってますね。だと思うよ、別に、うん、あの夫婦だと思うよ。あとね、その運に関して言うと、うん、まあ30年ラップグループを やれてきて、いまだにファンがいてくれるっていうのはもちろんあの嬉しくて一番ラッキーなことなんだけどね。なんつうのかな、ちょうど波に乗れる人たちっていうのと同じ実力があっても、なんか時期が良くなかったりとかさ、うん、そういうので、あの人って本当そういう運に左右されちゃうじゃんよ。シンガーもラッパーもミュージシャンみんなそうで、で僕らはあのまあパイオニアって呼ばれる世代だけど、そのパイオニアってさ、あの更新されないんだよね、ありがたいことに。確かに。あの今が旬の人たちっていうのは更新されてっちゃうんだけど、確かに永遠にパイオニアなんだよ。だからもう新しい人たちが生まれれば生まれるほど、パイオニアの人たちが そう改めてこう見直されるってありますよね。うん、そうパイオニアは更新されないから、死ぬまでは。もっと上の人たちやってた人たちもいるんだけど、やっぱ僕らの世代にガーンっていけたのは良かったのは、ライムスターとか、マイクロフォンページャーとかだけじゃやっぱり無理で、ブッダブランドとキングギドラが逆輸入の形で95年ぐらいに日本に戻ってきたのね。それで一気にね盛り上がったの、サンピンキャンプとか、そういう流れができて、最初の日本のヒップホップのでっかいムーブメントが起きたのね。だからその戦友というか同世代の仲間たちっていうのに恵まれたところも、やっぱり運が良かった、僕らはラッキーだったなっていうふうに思うわけ。ヒップホップがサブカルチャーっていう、そのヒップホップの方のサブカルチャーじゃなくて、アニメっていう方のサブカルチャーで盛り上がってるじゃないですか。うん、あのヒップノシスマイクとかでしょ。面白いなって僕は思ったんですけど、やっぱりその黎明期からそのね、パイオニアでいる人たちからすると、今のこの時代の流れ、日本のヒップホップとかの、どう感じてますか？そうだね、やっぱその日本が誇るさ、そのアニメとかのカルチャーと、あとやっぱり
ヒップホップ一時期ね、ちょっとあの冬の時代みたいなのも、ちょうど10年前ぐらいかな、あったような気がするんだけど、過渡期というか、その後、フリースタイルがガーンと盛り上がって、それで、持ち直したってところがあると思うから、それとアニメが結びついたっていうのは本当良かったなと思うし、まあ、必然じゃない？なるほどね。なんかさ、ほらラッパーってキャラ立ってないとダメじゃんよ。そんでさ、いろんなキャラがいてさ、そんでそれがなんつうの、群像劇みたいにさ、俺の推しキャラこれなんだよねみたいな感じでラッパーをその楽しむみたいな、キャラクターを楽しむみたいなところあると思うので、うん、うん、必然じゃない？でも僕最初そういうヒプノシスマイクが来た時に、本当のそのまあもともとクラブシーンでやってた方たちっていうのが、受け入れる受け入れないだと時に、受け入れられないんじゃないかっていうところもちょっと なんとなく感じてたんですけど、そこはあんまないんですかね？ないないない。俺ね、それよりね、逆にさっきその運の話したけど、その実力があるのに、なかなかそのムーブメントにならなかった世代みたいなのもあるわけで、その子たちがさ、自分のその歌詞を書く才能とかを、そういう場所で歌詞をリリック提供したりできてることがすげえなんか、ああよかったなっていうふうに思うけどね。いやー、そうか、そういう考え方あるわけですね。俺はこれがかっこいいと思う、俺はそれはダサいと思う、こっちがかっこいいと思う、それはもう好みでしかないから、俺が大事にしてるのは、その面白いかどうかっていうところを大事にしてる。おお、なるほど。面白いものにしようぜとか、そういうことだけをずっと繰り返したタイプなんだよ。